ん元男の子の子今ですね寝る寸前だったんですけども高澄樹也先生の YouTube 動画見たら眠れないっていうか、うん、動画撮りたい衝動が止まらねえみたいなもうロマンティック止まらねえっていう感じになっちゃったんで今この衝動を解消するべく動画回してます。なので聞きづらかったら申し訳ないんですけども高澄樹也先生がですねこんな動画出されてました。トランンスジェンダー過去元男の子 が、オリンピックの選手として、女性の大会に参加するのは、なんか賛成反対みたいなことについて話されてたんですね。ですごいですよね。なんかもっと男の子をピックアップしてたんですよ。で、先生が話されてたのはすごい論理的なんですよね。 だってお医者さんだし医学的目線で話せるじゃないですかだからすごい納得できるなって思う部分もめちゃくちゃあったんですけどもその中でもあれなんかちょっと違くねって思う部分もあったんですよねでもちろん私医学素人なんですけどもあの高隅紀屋先生はもう医学のプロで私は医学の素人でも私は元男の子のプロで高隅紀屋先生は元男の子の素人なわけですよ <laughs> なので 自分の体が実験台な私自身が今まで感じてきたことをちょっと話すことによってなんかいいんじゃねみたいないろいろ話せるじゃんと思ったんで今回も動画撮ってます。です、ま、すね私今、まあ、大体今年ぐらい女の体としてて生きてるわけなんですよでその私が今までなんかそのスポーツとかやったりとかして。 いろんなギャップを感じたの男の子時代と比べていろんなギャップ感じてでまず高澄清先生が言われてたのがその「元男の子が女性の大会に出たら元男の子の方が有利だよね」みたいな。でどういうところが有利かっていうと身長とか体格とかあと筋肉量とかあと筋肉の動かし方。か神経とかかがなんか いいいらしいみたいなの言っててその筋肉を動かすその神経の使い方がその男時代の名残を引き継いでるから女性の人よよよりもいいいパフォーマンスでできちゃうよねみたたなこと話されてたんですよま,まあまあ一見確かになと思うんですけどもいやでも私そんなことなかったけどなと思ってでなぜそんなことなかったかと思ったかというと。 私高校時代めちゃくちゃ強い野球の学校であの甲子園目指してたんですよで当時私140キロ投げるピッチャーだったんですけども140キロってどのぐらいのレベルかっていうともうプロプロ注目選手みたいな感じのレベルなんですよあ全然私あのスタンド応援組だったんですけどもそんな私があの今女になって思いっきりボール投げても90キロ台とか100キロちょっとみたいなぐらいしか出ないんです。 で先生が言ってたその筋肉の動かし方とか神経の使い方とかが当てはまらなくないですかっていうことなんですよあの時の感覚あの時の東急ホームで投げてもいかないんですよであとはですねその先生がその元男の子さんはなんか有利 じゃんみたいなでも逆に元女の子さんは男性の大会出たら不利だよねってこと話されたのまあ確かに元女の子さんはやっぱり女性だったわけなんで身長低いからでもそんなこと言ったらあれか元男の子やばいこの話がここで終わってしまういやまあでも一応話させて私は感じたことだから一応話させてください。元女の子さんってその 子宮トランスを摘出して男性ホルモン剤を入れてるわけなんですよ。で男性ホルモンってもう本当に偉大なの筋肉のそのなんだろう活性化っていうかやっぱり男性的な動きができるようになるわけですよ。で以前ですねその元女の子の YouTuber さんと体力測定勝負みたいな感じで元男の子 VS 元女の子のなんか「体力測定勝負」って言ったな今,今言ったなで私古典パにやられたんですよ。で。あの先生が言うその 学生時代もう男時代の,の名残があるから有利だよねっていうところが全然あの立証されないんですよ。でどういうことかっていうとその元女の子さんは学生時代私ほどスポーツやってこなかった人たちなんですけどもあの私個展パに負けてるわけですよ。だって学生時代私はめちゃくちゃやってたんですよ本当に。もう山道を砂袋持って30キロとか走ってたんですよ。 それなのに男の子時代の名残を引き継げなくて、あの50メートル走だっけなで思いっきり私こけたんですよ。もう本当に全然ダメで体がついてこねえみたいなあれって男の子時代の感覚で走るけども足がついてこないとてってこけたんですけども、もうそういう感じですね。な名残とか。 関係なないいんじゃないだって逆を言えばさ吉田沙保里選手いるじゃんあのレスリングのその方がさあのじゃあ元女の子になったとしましょう男性ホルモン打って性転換もしてで男性の大会出たらどうですかっていうめちゃくちゃ強いんじゃねってむしろ人それぞれぞななんんじゃゃいのと思っちゃうんですよただなんか海外にいるらしいんですよね この重量挙げで元男の子の選手がその女性の大会の重量挙げでもうほとんどの賞を総なめみたいなこれはねただうん私がなんかちょっと思うことがありましてそれがその私のようなその元男の子さんって2パターンあるんですよそれがどういうことかというと。 性転換をしている元男の子と性転換してない元男の子は全然違うんですよももっと説明しますと性転換した元男の子はあの男性ホルモンのその源だったお金玉と母人がなくなるわけなんで男性的なその筋肉の作り方ができなくなっちゃうのむしろ女の人と 同じぐらいの男性ホルモン量もしくはそれ以下になってしまうわけですよ。でそう考えるとさ女より女らしくなんじゃないみたいな感じで思うんですけどもまあそれはないか分かんないけど、まあ、でもそうなんですじゃあ逆にその性転換してない元男の子ただ女性ホルモン剤をやってますよっていう。なら体の中のゲージでいうとうーんまだ 下半身に物が残ってるからもう、まあ、40%ぐらい男性ホルモン残ってるよねってでその女性ホルモン剤をその注射とか、まあ、飲み薬でこうやって補充するからもう、まあ、60%ぐらいは女性ホルモンだよねってだから,40ぐらいは男性ホルモン残ってるわけですよそうなると確かにいいパフォーマンスできちゃうよねっていうそれはもう本当に私もめちゃくちゃわかるはい。 やっぱ全然違うんですよ性転換してる元男の子と性転換してる元男の子だともう見た目の雰囲気も全然違うんですよ男らしさが抜けきるっていうか取っちゃうとはい。なんですねあともう一つ私が思ったのがその性転換した直後だったらまだ男の子の名残を発揮できるのかなと思いました 私はもう性転換してからえー、と今約6年近く経ってるんですけどもそうなると多分名残が消えちゃうんですよ。うん、だってこの前ね学生時代に私よりもスピードボールを出せてなかった言い勝ちとおかしいな私よりも急速遅かった友達とあのストラックアウト行ったんですよ。でその子はあの現役時代135キロだったので私142キロだったんですよ。 でその子と一緒にストラックアウトであの勝負したんですけども全然その子も野球やってないんですよ全く野球やってないのに127キロ投げたのすごくない <laughs> それ関係あんのかなと思ったはいでじゃあ最後にあの結論結論はないこの動画ないと思うんですけども最後に本当に私が思ってることをあの話していきたいと思いますまずあのー 正直オリンピックの大会にトランスジェンダーは、うん、向いてないんじゃないのかなと思っちゃったんですよ。これ言うと炎上しちゃうかもしれないですけどもいやいやかナんちゃんあなた元男の子なんだしそのな,な,なんであの味方してくれないのって思う元男の子さんとか元女の子さんいると思うんですけどもいや私もねそんなこと言いたくないよむしろあのいや受け入れてほしいよ。 って思いますけども正直なんかなんだろうもう本人たちしか分かんないと思うんですよそういうことって私たちみたいな、うんそうす。あなたは性同一性障害ですよって診断する病院に行ってその診断書を受けないと性転換手術受けられないんですけどもその診断する人たちって正直あの普通の男の人だったりするんですよ。 そうなると「いやあんた性同一性障害素人だろう」って私は思っちゃうんですよ。だって人の心の中なんて誰も分かんないでしょ。あの人あんなこと考えてんなみたいな分からないじゃないですかあ。この人はこういう価値観で生きててって分かんないじゃん。だからもうこういう元男の子とか元の女の子とかはなんかあのゴールがないと思っちゃった。なのでもういちいちこういう。 ちょっと本当怖いんですけども炎上しないかなんか波風立てるようなことしない方がいいのかなって思っちゃったんですよね <laughs> うんだってスポーツの大会ってそのまあ男女が今までずっと歴史をこう築,築いてきたものなわけですよでなんかここ最近だとそのドーピングとかなんかいろいろあったりするじゃないですか,そのなんか筋肉増強剤とか で元女の子の場合男性ホルモンを入れたらある意味筋肉増量剤なわけですよそれってドーピングじゃないのみたいな感じでもうどんどんこう枝分かれで面倒くさい話に発展していくわけですよだからなんかうんと思うんですよね結局その平等ってないと思っててあとはその私たちみたいにそのトランスジェンダーってその。 まあ、どっちかって言うと受け入れてもらう側だと思ってるんですよ。世の中に。<laughs> それも炎上しちゃうと思うんですよ。いや平等だっていう人いたりすいません。受け入れてもらわないとさ始まんなくねって思うんですよ。元々人類の長い歴史の中で男と女っていう形で、その社会がこう作り上げられてきた中で、新しく私たちみたいな人たちが声を上げれるようになった時代だからまあなんか？ 受け入れてもらって当然だよねみたいな感じでなんかそういう錯覚してますけども今までの,その人間の長い歴史見てみるとまだ新しいからまあどんどんこうなんだろう,こう溶け込んでいくべき時代だと思うんですけどもかそこのスポーツとかなんかそこはもうちょっとって思っちゃった。 なんか先生が言うにめちゃくちゃ厳しいその基準そのど男性ホルモン値とか女性ホルモン値とか筋肉とか,なんかいろんなも検査をしてめちゃくちゃ厳しい基準をこうクリアできた人だけが出れるだったらまあかんなくもないけどもでもそ,それでも私はなんかうんなんかもう受け入れてもらってるだけでなんか十分じゃないなって思っちゃってるんで。 なんか本当申し訳ないですけどもこのトランスジェンダーさんでオリンピック目指されてる方には本当申し訳ないですけどもうん性転換して普通に生きれてる時点でって思っちゃいますけどねすいませんなんかこんなこと言って <laughs> なんか私が新たに波風立てちゃうような気がするけども受け入れてもらって当然だとあんまり 私は思ってないんで、うん、受け入れて、うん、言いにくいな受け入れてもらえてるから今私はすごいこの自分が性転換もうトランスジェンダーになったことに対して誇り持ててるんですよ。もうそれはもう周りの人たちのおかげなんですよね。ただそこからもっと欲張っちゃうと、はあ、変わらなきゃいけないかな。そんなことを 言っちゃななんかな男性ホルモン剤を元女の子さんが接種したらドーピングとかなんかわかんないけどもっと話が難しくなっちゃうからなので、まあ、今回私が言いたいのはその男性時代の名残必ずしもあるとは限らないっていうかほぼないですよっていう。元男のの子さんだからあの女の人と比べてめちゃくちゃゃくいい パフォーマンスできるとは限りませんよって当時握力73あったんですけども今握力25ですからねはいそんぐらいあ別に通いアピールしてるわけじゃなくてうんむしろ最近私が野球動画よく出してるんですかで自分のその限界にチャレンジ何キロ急速出るのかみたいな感じやってるんですけどもあれは私にとって、まあ、実験でもあるんですよ楽しいいい動画を作りたいっていう部分はあるんですけども 果たしてもともと剛速球のボール投げた私が女になったらどんぐらいの球速投げるのっていう、まあ、自分自身で人体実験してるっていう部分もあるんでなので、はいろいろこう自分自身でけ実験してまあ名残はほぼないのかなと思ったんでそれは。 まあ私が個人的にはそう思いましたっていう話でしたあとはその元男の子さんとか元女の子さんはまあうん,なんかオリンピックには向いてないっていうかスポーツに向いてないのかなと思っちゃったっていうことです、うん、なんか元男の子だけの大会とかはそれはそれで、ね、またなんか燃えそう荒れそうなんで、はい、そういうことはあんまり触れないようにしようかなと思いますなんかそういう話も出てましたけど、はい、できれば。 女性の大会で出たよねってなりますもんね、はい、感じです高かすみきわ先生いつも見てます個人的に気持ちいいのシリーズと秋田県が好きですっていう感じで今回の動画が少しでもあ、そうだったんだって思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします Twitter、Instagram、LINE 公式アカウント、TikTok もありますので画面の下からフォローお願いしますまた次の動画でお会いしましょう